J リーグは違うスポーツだ。最近、日本サッカー界でくすぶっている論争がある、日本サッカーと欧州サッカーは違う競技なのか？発端は内田篤人の引退会見だった。ちょうど CL 決勝、バイエルン対パリ・サンジェルマンの翌日だったこともあり、内田はその決勝を引き合いに出して問題提起した。CL 決勝と J リーグの試合を見られるけど、違う競技だなと思うくらい僕の中では違いがある。約半年後、酒井豪徳がニュースピックスのインタビューでこれに続いた、篤人くんの意見に 100% 賛同です。篤人くんが J リーグは違うスポーツだと言っていたんですけど、僕たち海外を経験した選手が思っていることを代弁してくれたなって。 J リーグは自分たちのリーグで自分たちのサッカーをやって、その中での勝ち方だったり強さだったりを見出している。だからヨーロッパのサッカーに近づこうとしているとか、モダンになっていくヨーロッパのサッカーに近づいているという印象は一切ないです。もしジャーナリストや評論家の発言ならそこまでクローズアップされなかっただろう。だが、片やシャルケでの CL ベスト4経験者、片やハンブルガーシーベルトの元キャプテンの指摘だったために、J リーグのファンにも重く受け止められた。欧州の日本人監督が見たヨーロッパとの差。では、選手ではなく、指導者はどう見ているのだろう。ドット、このテーマを聞くのに、モラス・マサキ、42歳、ほどふさわしい人物はいない。16歳でドイツに渡り、オーストリアで指導者ライセンスを取得し、先月、オーストリア3部のバッカー・インスブルック・E の監督に就任した。J リーグでの指導経験も豊富で、2008年11月から2010年末まで浦和レッズのコーチ、2019年6月から2020年9月までヴィッセル神戸のコーチを務めた、監督会の欧州組のモラスにオンラインでインタビューした。モラスさんはヴィッセル神戸のコーチ時代、酒井高徳選手と一緒でしたね。その時に似たような話をしたことはありましたか？はい、まさに高徳選手とそういう話をしていました。僕も指導者として同じことを感じているので。酒井高徳選手は、日本は海外と比べた時にはあまりにも消極的すぎるんです、守備も消極的すぎますと指摘しました。モラスさんはどこに違いがあると思いますか？ドイツ語圏だとボールを奪うのは攻撃という認識があるんですよ。受け身ではなく、アクションを起こして主体的にボールを奪いに行く。特にオーストリアでは、2012年にラルフ・ラングニックがレッドブル・ザルツブルクのスポーツディレクターになってから、より激しくボールを奪うサッカーが定着しました。